Mr. Takayuki Inomoto, a resident in Kasugabe City, Saitama Prefecture, Japan, witnessed a V-shaped UFO together with his wife at 9:05 p.m. on February the 14th, 2018. It was brightly shining, he says, in orange, just when they entered their home after they came back finishing their dinner at a restaurant. This is their sighting report on that night. 埼玉県春日部市在住の猪本隆之さんからこんな報告が届いています。2018年2月14日午後9時5分家内と外食を終え春日部市の自宅の駐車場に車を止め家に入る前空を見るとブーメラン型のオレンジの光を放つ UFO が上空200メートルくらいのところでゆっくりと移動していました。私が指を指しあれは何と家内に言うと家内は UFO でしょと言った瞬間ものすごいスピードで200メートルほど移動した後にパッと消えました。こんな素晴らしいことがあるのかと嬉しく思います。広し林浜松セリージャパン。日本のみならず全世界で V 字型 UFO が目撃されています。埼玉県春日部市在住の猪本隆之さんもその V 字型 UFO を目撃なさいました。猪本隆之さんは現在制作オフィス、ミハイデザインオフィスを経営なさっておられます。林先生へ、この図と所在地、氏名は実名を利用いただいて大丈夫です。2月14日の UFO を見るまでの経緯を少し話したいと思います。1月14日に給湯器の電源が切れたり入ったりの繰り返しで一日中煩わしかったです。その日は仕事が翌朝の日まで徹夜になりました。その15日の深夜3時10分にパソコンで建築パースの制作中に突然頭の前頭部から太陽系の惑星や太陽系外の惑星に文明や人々が暮らす姿が見えました。びっくりした私は、これは何だと思った直後、私たちの暮らす地球から他の太陽系の惑星に文明や生物の存在の確認は難しいと思いますが、単に次元が違っていて、三次元の世界で他の惑星のものが見えないだけみたいです。林先生、私は科学者じゃありませんのでわからないのですが、次元と時間の違いで見えないだけではないでしょうか。そんなものを見たような感じでした。朝になり仕事を終え、FC2 のホームページを更新しようとファイルを見ると、2018年1月15日なのに、ファイルページの半分近くが2018年の5月や8月や10月に更新した日時になっていました。信じられない出来事です。そのファイルページは今でも先の月日で更新したことになっています。そして FC2 のランキングが777番になっていました。家内はそれってエンジェルナンバーって良いことがあるよと言っておりました。その後も222や333の番号を目にすることになりました。下のスペースハウスの制作をしたときは444のメッセージが届きました。関係があるかどうか分かりませんが、
前頭部に見えた他の惑星の文明や人々も宇宙からのメッセージだったのでしょうか。そして2月14日の UFO の目撃へとつながりました。林先生、でも私は大変嬉しいのです。これらが真実ならこんな素敵なことはありませんよね。私はポジティブレプタリアンにお会いしたいです。家内も了承済みですが、家に招いてコーヒーでも一緒したいです。できれば他の惑星に行ってみたいです。と、猪本さんへ、私林博士も同じような経験をしていますので、どうかご安心ください。で、猪本孝之さんが目撃なさった UFO について簡単に説明しておきます。9時5分頃ですね、レストランから帰って家に入るときに空を見上げると、このような物体が空に見えたというのです。そしてその物体がですね、向かってってますか、左側の方に約5秒ほどかけてゆっくりと移動していったと。そして奥さんがですね、あれは UFO よと言った瞬間に速度を上げて、さらに左の方に進んでいって消えたというわけです。で、その拡大図がこの図なんですけども、全体がオレンジ色になっていたということでしょうか。そしてライトのようなものが見えた。私のワイフは40数年前に見たときには窓のようだったと表現していました。この青いラインがそのラインですね。ゆっくりと5秒ほど左の方に進んでいって、そこから急に速度を上げてさらに左へと進み消えたというわけです。 V 字型 UFO ですね。どうも、猪本孝之さん、 UFO 目撃情報をお寄せくださいましてありがとうございました。これから先ですね、もっと多くの方が見たものは見たと声を上げてくださることを期待しています。 Bye for now.